皆さんこんにちは、レイムです。こんばんはマリサだぜ。散々ひなされた1億セレブがこんなのとか許せん、やり直さないと訴えるぞ。まあごもっともだけど、ちょっと落ち着いて。なんだこのコイン倍率バブってそんな時間につむつむできるか好きして100枚よこせー。いやいや、マリサくん、あんまり無茶すると、逮捕されかねないよ。はぁ、逮捕？なんで？というわけで、今回はつむつむプレイヤーにありがちな安易な行動が取り返しのつかない結果を招くという、ちょっと真面目な注意喚起の動画になってるぜ。動画が気に入ってもらえたら、いいねや共有、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まずこれを見てください。つむつむで逮捕。つむつむのデータを改ざんできるツールを公開した罪で逮捕者が出たという、LINE ゲームの公式記事です。データの改ざんとは？コインやルビーなどのデータをいじって不正に増やしたりすることだね。ああ、よく X とかで見る代行ってやつか。そのためのツールを公開したんだから、著作権法違反で逮捕は当然。運営が動いたのか？改ざんによって本来課金で入るべき収益が減るわけだから、運営も本気で対応したんだね。これ代行を利用したプレイヤーはどうなるんだ？プレイ内容は全てサーバーに記録されてるから、調べられて不整合があれば即利用停止だろうね。逮捕されちゃうのか？代行利用だけで逮捕はされないだろうけど、利用をきっかけに別件で逮捕されることになるかもね。はぁ、何別件って、どういうこと？代行依頼するってことは、LINE のログイン情報を犯罪者まがいの代行屋に渡すことになるんだよ。犯罪者にログイン情報売られてログインされて、なりすまして犯罪に利用されたらどうするの？ああ全然深く考えてなかったやばすぎる。ゲームの一時の快楽のために、人生を棒に振る覚悟があるならご自由にどうぞ。自分はやってませんって証明するの大変だぞ。代行なんかより、もっと何気ない行動が逮捕につながる可能性は大だね。何気ない行動って。冒頭の会話覚えてる？ああ、セレボ内容の不満とか、コイン倍率バグの不公平を訴えてたやつか？そうそう。あれ X でつぶやく程度ならいいんだけど、間違っても運営にあの勢いで問い合わせとかしないようにね。下手すりゃ捕まるよ。はぁ、なんでそんなことで捕まるんだ？マリサってつむつむ運営に問い合わせしたことある？いや全く。LINE が Yahoo と経営統合して LINE Yahoo になってから、つむつむの問い合わせに変化があったの。問い合わせの流れも少し変わったけど、重要なのはここ。迷惑行為が悪質と判断されたら警察と弁護士に相談だと？迷惑行為ってどんなの？こんなの。はぁ、どこが？一体どこにそんな要素が？これをそのままつむつむに問い合わせたとしましょう。〇〇しないと訴えるぞ。は脅しです。本当に裁判を起こすつもりがないなら、脅迫罪に当たる場合があります。行列のできる法律相談所の絶対に訴えてやるって一体。〇〇よこせは不当な要求です。しつこいクレームや要求で問い合わせを繰り返すことは、威力業務妨害に当たる場合があります。ひどい言動でサポートが精神的苦痛を受けたとなれば、民事で訴えることもできます。違うんです。そんなつもりじゃなかったんです。問い合わせ履歴という証拠があるんだから、訴えられてからじゃ遅いんだよ。ですよね。つむつむのキャラクターはディズニー、LINE や Yahoo にはソフトバンクがバックについてる。それらの法務部は法律に精通している。本気で動いたらやばいからね。冷や汗出てきたぜ。つむつむの公式 X のリプランで暴言吐いてるのも考えた方がいいよ。なんで X で誹謗中傷や脅迫して逮捕され有罪になったって話は記憶に新しいでしょ？情報開示請求されて警察動いたら、すぐ特定されるからな。つむつむやってると、運営の理不尽さにイライラするのはわかるけど、相手も人間。問い合わせするときは、一度冷静になって丁寧な文章で質問する方がいいね。ハラスメントって相手の受け取り方次第だからな。たかがゲームだ、気楽に行こうぜ。それとこのコイン倍率のバグで獲得したコインは、早く使ってしまった方がいいです。え？なんでだ？つむつむの利用規約の禁止事項にこうあります。何？本サービスの不具合を意図的に利用する行為？今回のバグはコイン倍率がおかしいことに気づいた人の SNS での拡散から試した人が多く、この禁止事項に当たる可能性が高く、コインが没収される可能性があります。そうなのか？というのも、ウプ主の過去のショート動画でルビーを無限増殖できる不具合を紹介しましたが、早々にコインに変換した分を除き、これで増やしたルビーは全て没収されました。不具合を利用して増やしたルビーを判別できるほど、プレイ履歴がサーバーに詳細に記録されてるんだな。ぶっちゃけ不具合を生み出した運営が悪いんだろって頭に来たけどね。ルビーを没収する処理をする数時間は、アカウント停止をくらい、身に覚えがなく焦りました。問い合わせたら理由はこれだったと。数時間後にログインした時には、変換後に余っていた数十ルビーはきっちりゼロになってました。同様の理由で、今回も同じ措置をする可能性はゼロではないです。だから没収される前に使っちまえってことか？コインに変換した分のルビーは没収されなかったからね。今回のバグを利用した人も、もうすぐ新積むだから、それまで没収されないといいな。あぶく銭は身につかないということはざ通り、とっとと使った方がいいでしょう。時期が時期だけに、バグでがっぽり稼げた人はラッキーだったな。そこで不公平だ、お詫びの隙付けよこせとか不当な要求の問い合わせはしないように。人は人、自分は自分。その時間にプレイできた人がラッキーだったってだけだ。まあ不具合お詫び配布という、ソシャゲ業界が行ってきた悪しき習慣は、ユーザー離れを食い止める苦肉の策だったんだろうけど、それが配布して当たり前というユーザーの増長を招いて、自らの首を絞めているんだよね。それはつむつむ運営もしかりだし、そもそも不具合や不手際が多すぎるんだよな。今すべてのつむつむプレイヤーが首を縦に振ってる気がする。というわけで、今回はつむつむで逮捕されかねない行動を紹介しました。つむつむで人生つむつむ、とかシャレにならんからな。未成年も遊ぶゲームだから、知り合いにも注意してあげてくれよな。回転寿司事件みたいに、親の責任も追及されるからね。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜ。このチャンネルでは、つむつむライフに役立つ情報をお伝えしていきます。チャンネル登録していただくと、新着動画の通知が受け取れます。感想とかリクエストのコメントもらえると嬉しいな。また見てね、バイバイ。それじゃまたな。